演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、ファミリーマートのお母さん食堂アマグアの酢豚を食べたいと思います。先日のプレミアムの方は黒酢が使われていたものですが、こちらはノーマル版ですね。やっぱりどこか違うのかな。では、うわ、甘酸っぱいトマトの香りで、これ酢豚って感じですね。で、中身はこんな感じになってますね。まあ、お肉っていうのはお肉じゃないですけど、でもいただきます。その甘さはこちらの方が強いですね。トマト版もこちらの方が強い気がします。具材も多いですが、タレのコクは向こうの方に具材がないので、質よりも量ならこちら、量よりも質ならこちら、以前の方といった形ですね。というわけで、自分としてはどちらも美味しいのですが、こちらはこの方がさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。塩分塩塩パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。